大麻医療大麻医療大麻医療大麻、または大麻由来薬品に関する各国の法規制医療大麻は合法医師の許可に基づき合法医療大麻、時に医療マリファナは大麻に含まれるテトラヒドロカンナビノールやその他のカンナビノイドやこれに類似した作用の合成カンナビノイドを利用した省薬療法である大麻の種類ではなく大麻を医療に使うことである鎮痛。 鎮静、催眠、食欲増進、抗眼、眼圧の管は、嘔吐の抑制など作用があり、体が酸性するエンドカンナビノイドは、全身にわたって作用しているため、その作用を代替する大麻の適応症は多岐にわたる。中国、インドでは、古来から利用されていたが、20世紀には、規制が厳しくなりった。その後、2016年から、 世界保健機関が証拠を見直し医療利用の証拠を発見し、最も危険という条約の分類から大麻が削除されることが決定し、各国での医療大麻の使用に関する議論につながる可能性があると国連は説明した。医療大麻に含まれるカンナビノイドの配合比率は多様で多くの銘柄があり、効能や薬理作用が異なり、従って異なった多くの症状に特化して、 処方されている。アメリカ合衆国では、腰痛、消耗症候群、慢性痛、末期エイズ患者の食欲増進、癌の化学療法に伴う、吐き気の緩和などのために処方されている。多くは、乾燥大麻として処方され、摂取方法は試行品としての大麻と同様に、喫煙である。2010年代に増えてきたのは、大麻オイル、ベッポライザーや、 電子タバコといった新しい技術である。医薬品のドロナビノールは、タイマの主成分であるデルタマイナス9、テトラヒドロカンナビノールである。合成カンナビノイドのナビロンは、欧米で、セサメットという製品名で販売されている。タイマ抽出成分をであるナビキシモルスは、サティベックスという商品名で2016年末には、30カ国で使われている。これらの合成肝ナビノイドやタイマ。 抽出成分医薬品は法律において大麻とは異なる規制管理下に置かれている。2018年にはアメリカで成分カンナビジオールの医薬品エピデオレックスが承認された。アメリカ合衆国では2020年12月時点で前後0州中3週を除いて利用でき、他にカナダ、オランダ、オーストリア、イスラエル、スペイン、フィンランド、ベルギー、イギリス、 ドイツ、オーストラリア、コロンビア、ジャマイカ、韓国などで認められている。通常、大麻の使用には処方箋が必要になり、地域的な法によって販売の方法が異なる。アメリカでは食品医薬品局と麻薬取締局は、大麻には医療価値はないとの見解を示しているが、各州法によって医療大麻薬局から合法的に医療用大麻を利用できる。 日本では大麻草は大麻取締法が規制し、含有される THC は麻薬及び抗生新薬取締法の規制により、医療目的であっても使用、輸入並びに所持は禁止されている。茎や樹脂から抽出した CBD は日本でも規制対象外なので、健康食品として流通している。2019年の国会では、知見として、 CBD を用いることへの前向きな答弁が得られている。2021年には、大麻取締法改正の検討会の中で、医療大麻について検討することが示された。薬としての最初の言及は、紀元前2700年前の伝説の中国の皇帝、新脳の教えを伝える2世紀の新脳本造業に書かれている。朝の家水、朝として収録され、 多色霊人鬼未競争久しぶ苦痛神明経義と記される。朝は上薬に分類されている。その適応は、リウマチ性疼痛、便秘、女性気障害、マラリアなどである。別の書は、武道種に混ぜたものを下下手術の鎮痛剤としている。その重要性はインドに及ばない。インドにおける大麻文化では、アタルバベーダにて幸福の源だと言及され、 宗教との結びつきもあり、また医療としての使用も、紀元前千年頃に始まり、鎮痛剤、後継錬、際、現代においてもバングーは利用されている。古代エジプトで使われていた可能性がある。シェムシャメットの言葉が大麻を意味することは、ロープの製造によって強く裏付けられているが、SMSMT が大麻を指していれば、紀元前三百五十年前の医学パピルスに、 記載があり、これだけでなく他の古い文献に記載されるものが大麻かどうか様々に議論されている。1906年頃の大麻賃金の放送。中世ヨーロッパでも使われていたが、後に広く評価を受けることになる。近代の医学的関心は、1839年にアイルランドの医師ウィリアム・ブルックを承召しがインドでの大麻の使用を見て動物で実験して、 その抽出物を賃金にし、イギリスと北米の医師に、インド大麻を広めることとなった。彼は1843年には、インド朝、ガンジャの調合音ザ・プレバレーション・オブ・ザ・インディアン・ヘンプ、オア・ガンジャを出版。1900年までに100冊の以上の大麻を、病気や不調に使用する本が出版された。アメリカの南北戦争では負傷した兵士の治療に、大麻賃金が使われた。 1912年のバンコクアヘン条約が1925年に見直された際、インド大麻草については統計的、科学的検知から研究されることが望ましいとされていたが、アフリカやアジアなど使用習慣のある国は消極的であったが、乱用が社会問題化していたエジプトの提案で大マ製剤の医療や学術上の目的のみの制限に加えて、 国際的な取引に関する規制が行われることとなった。この国際連盟のアヘン条約を国際連合と世界保健これを補足する1971年の公正侵略に関する条約では2002年には世界保健機関の専門委員会はドロナビノールの乱用の傾向が公衆衛生や社会への重大な危険性とはならないとして デルタマイナス9テトラヒドロカンナビノールのすべての立体科学的異性体をスケジュール法へと指定するよう勧告した。1937年にはアメリカの財務省はマリファナ税法を犯したがアメリカ医師会は研究が制限されることからこれに反対した。1942年には米国薬局法から除去された。日本ではインド大麻草及びインド大麻草エキスは 1886年に交付された日本薬局法に鎮痛、鎮静もしくは催眠罪として収載され、さらに1906年の第3改正でインド大麻草鎮機が追加収載された。これらは1951年の第5改正日本薬局方まで収載されていたが、第6改正日本薬局方において削除された。イギリスでは、 アメリカからの外圧が続いても医薬品としての大麻賃金を継続したが、1971年薬物乱用法によってついに医薬品も禁止した。当のアメリカは1996年にカルフォルニア州が医療大麻の使用を認めると、あれよあれよと2010年代半ばには過半数の州が医療大麻の使用を認めることになる。しかし、アメリカでは 連邦法で大麻の医療使用を認めていないため、その臨床試験の実施には、煩雑な手間がかかる。そこで、アメリカの企業が、医療大麻に関する臨床試験を行う際に、研究が容易なイスラエルにて実施するようになった。1963年には、医療大麻の父と呼ばれる、イスラエルのラファエル・メコーラムは、大麻の有効成分であるテトラヒドロカンラビノールを、 1980年代には化学療法の吐き気を抑制するための合成 THC、ドロナビノールやナビロンが入手可能になる。初の大麻由来の医薬品のナビキシモルスをイギリスの GW ファーマシューティカルズが開発し2005年にはカナダで承認されたのを皮切りに2016年末には30カ国で使われている。アメリカは合成肝ナビノイドを承認したが タイマー由来の製品はまだ承認されておらず、2018年に向けてタイマー由来のエピディオレックスという知見の済んだ医薬品を承認するためにスケジュール変更が必要になっている。新型糖尿病に対するテトラヒドロカンナビバリン。2018年にエピディオレックスは承認された。統合失調症に対するカンナビジオールは大通称の知見が行われている。 2017年、イスラエルのアリエル大学は医療大麻を学ぶための世界初の学部課程を設けた。アメリカのノーザンミシガン大学も2017年秋から大麻の科学を研究する薬用植物の学部課程を設けた。2017年、世界医師会は娯楽目的の大麻ではなく医療目的の大麻の合法化を支持する声明を発表した。 2016年11月30日には、世界保健機関の専門委員会は、医療大麻の使用実態や、また、委員会による正式な審査を受けていないことを認め、審査のための文書の準備を開始した。2018年7月までに、以下2点が決定された。カンナビジオールは、依存弾用の懸念がないため国際規制下に置かない、こと。もう一つは、大麻、大麻賃金。 THC やその異性体について医療利用の科学的証拠があるため2019年に規制見直しのための国連における審査へと進むこと2020年には麻薬に関する単一条約における最も危険という分類から大麻が削除されることが決定しこのことがそれぞれの国で医療大麻の使用に関する議論につながる可能性があると国連は説明している 大麻は窒素を含まない炭素、水素、酸素のみからなるカンナビノイドと呼ばれる特有の成分を61種含んでいる。テトラヒドロカンナビノールの化学構造テトラヒドロカンナビノールは THC の略称で知られている大麻の主な抗成新生の成分である。ハーバード大学の試験管及びマウスを使った研究で THC が 一般的な肺がん腫瘍の成長を半減させ、転移拡大する能力を抑えることが示されている。ドイツの臨床研究では THC の経口投与で繊維筋痛症の痛みに対して顕著な緩和効果が見られている。カンナビジオールは CBD として知られている。医療大麻の主成分の一つであり、大麻層からおよそ40%の CBD が抽出可能である。 CBD には、痙攣、不安神経症、炎症、嘔吐などの緩和と、癌細胞の成長の抑制に作用する。さらに近年の研究により、統合失調症に対する否定形、抗精神病薬としての効果があることが示されている。二千七年十一月に公表された研究報告では CBD が、試験管内で乳癌の悪性癌細胞を減らし、診重ね性を軽減することが、 明らかになった。これは、毒性のないワイン性の要因で、攻撃的な腫瘍の活性低下につながることを意味する。また、CBD は、神経保護作用のある抗酸化物質である。CBD の神経保護能力は、ジブチルヒドロキシトルエンと同等とみられ、精神作用が THC より弱く、抗容量投与が可能と考えられている。その基準は、無駄受容体や、 カンナビノイド受容体タイプ1に関与していないと考えられている。CBD は80から90%の神経保護を達成した。THC も CBD と同等の神経保護作用を示した。にアラキトノイルグリセロールは体内に自然に存在する内因性カンナビノイドであり、神経の過剰な興奮を防ぐことに有用であるとされている。また、慢性疼痛。 不安や抑うつ、肥満の治療に有用であるとされている。医療大麻と、ベポライザー。大麻の成分が入った電子タバコのリキッド。乾燥大麻、ハシ,シ、チンキ、合成、THC、抽出大麻成分、鎮痛、消炎パッチ、クリーム、調理大麻など様々な形態で用いられる。大麻の品種ごとに成分が異なる。傾向としては、 サティバ種には CBD が多く含まれており、インディカ種には CBD が少なく THC が多く含まれている。喫煙パイプ及びジョイント喫煙パイプやジョイントなどで乾燥大麻を燃やして煙を吸う方法である。速効性があり、効率よく効果が得られる。欠点として有害なタールが発生するため、呼吸器官への損傷が懸念される。 大麻の抗がん物質が作用して発がんリスクは低いとする論文もある。ベッポライザーベッポライザーと呼ばれる器具を使って乾燥大麻から大麻成分を気化させることによってタールを発生させることなく摂取する方法である。また速効性があり効率よく効果が得られ効果もジョイントとほぼ同等である。病院で用いられることが多い。電子タバコ熱処理は構成申請のない。 THCA を THC に変化させる。燃焼よりも低い温度は、有害な熱分解復産物を低減する他の方法の一つであり、電子タバコは通常の喫煙方法に慣れた人にも好まれる。ンキ液体のンキ剤は、1839年以降、アイルランドの医師ウィリアム・ブルックをショーネシし、がイギリスと北米にその使用を広めた。 タイマオイル2010年前後に登場した。調理タイマタイマをクッキーやチョコレートなどにして経口摂取する方法である。速効性がない分長く持続する。服用後1時間以上かかる。摂取量の調整が難しい。得られる効果は大きい。生タイマジュース原料をミキサーにかけて作り、野菜ジュースなどに混ぜる。生タイマジュースでは乾燥した葉に含まれる。 thc ではなく、生の葉や火水に含まれる、抗生新生のない成果として、大麻の成分をより大量に、数十倍摂取することができる、合成大麻成分や、抽出大麻成分の錠剤、カプセル、または、スプレーなどの医薬品。ドロナビノールアメリカ合衆国では、マリノールという製品名で販売されている。速効性はなく、服用後1時間以上かかる。 また得られる効果も弱い。米国規制物質法のスケジュール3薬物である。シンドスもアメリカでスケジュール2のエイズ患者の食欲低下の治療薬として承認されている。ナビロン欧米でセサメットの製品名で販売されている。米国規制物質法のスケジュール2薬物である。ナビキシモルスサティベックスの製品名で販売される大麻の全成分を抽出した。 液体状の医薬品である。スプレーの形態で使用される。速攻性は少々遅いが泥鍋。得られる効果は乾燥大麻と比べると劣っている。カンナビジオールエピディオレックスの製品名で販売され、最初に小児のれな転換に対する医薬品として承認された。大麻には、鎮痛作用、鎮静作用、催眠作用、食欲増進作用、抗がん作用、 眼圧の緩和、嘔吐の抑制などがあり、アメリカ合衆国では、慢性痛患者の8.9%が、自己治療で大麻を使用している。また、モルヒネなどのオピオイド系鎮痛薬やイブプロフェンの、ようなヒステロイド系抗炎症剤に、十分な効果が見られない頭痛に対して大麻が、有効であるとする論文がある。他に、神経保護作用や、 脳細胞の申請を促す作用が存在する可能性が示唆されている。体内では神経調節物質としてエンドカンナビノイドが産生され、そのカンナビノイド受容体は全身に広がっており、多くの異なる機能に関与しているため、そのことが大麻の医療応用性の広さの理由となる。大麻は HIV、アルツハイマー、うつ病、強迫性障害、不眠症、転換、 気管支喘息、体調方針、多発性硬化症、筋萎縮性即作硬化症、クローン病、パーキンソン病など、約250種類の疾患に効果があるとする論文がある。4276人の統計からは、約7割が不安、不眠、痛みに用いており、74%は、他の薬から大麻に置き換えたり、薬の量を減らすことができたという。 医療大麻が注目される理由にはなどが挙げられる。2010年代の西洋では痛みの管理のために処方されたオピオイドの過剰摂取史の増加はオーストラリアを除いて2010年代のトレンドであり、医療大麻を合法化したアメリカの州におけるそのような過剰摂取の減少から危険性がより少ない大麻は注目される。大麻の摂取が眼圧の低下をもたらすとのいくつかの論文がある。 緑内障の原因として眼圧の上昇による視神経の損傷が挙げられており、これらの研究発表により多くの人が大麻摂取を用いた眼圧の低下が緑内障の治療法になると考えた。1970年代にアメリカ合衆国で行われた研究は大麻の喫煙時に眼圧が低下することを示した。大麻から抽出された薬物が 緑内症治療としての効果を持つか否かを解明する試みの一環として、研究それらの研究において、傾向的もしくは、強情脈的に投与されたとき、もしくは喫煙をしたときに、大麻の派生物は眼圧を低下させることが、証明された。しかし、名の極部投与ではそれは証明されず、また、市場で流通する、その他の治療薬に比べて安全に、 かつ有効的に眼圧を低下させるかについても証明されなかった。2003年アメリカ眼科学会は現在利用できうる薬物に比べて緑内障治療のために大麻使用することによる軽減されるリスク及び増大する恩恵の証明を科学的な証拠は示さなかったと見解している。大麻にはコカイン、アルコール、オピエートの依存症における渇望を緩和し、 オピエート依存の治療結果を改善するという研究結果がある。様々な調査があり、医療大麻にアクセスできたことで67%がオピオイドをやめることができ、29%は使用量を減らしたとか、別の調査では30%がすべての薬をやめることができた。24人の被験者のランダム化された二重毛検の予備研究で CBD の吸入器からの吸入は、 規薬に比較して、タバコの本数を優位に減少させた。下記は、文献や診察を元にして、大麻を用いることで何らかの治療効果が得られた、疾患の表である。疾患名は、国際疾病分類第9班に準拠する。通常の摂取では、目の充血、貧脈、喉の渇きなどがある。長期使用は、精子の濃度が低くなることが観測されているが、 短期間の大麻や大麻成分の医療使用が生殖機能を妨げるといった深刻な懸念を指摘する研究結果はまだ出ていない。大麻の医療使用では深刻な副作用が起こらないとする論文がある煙による前を除けば、大麻使用による副作用は他の医薬品で許容されている副作用の範囲内にある。大麻は依存性が低く、耐性もカフェイン程度に低いため、 適正使用では依存症に陥ったり、摂取量が増えたりすることはない。また、大麻が直接の原因による死亡例はない。風の依頼により2015年に作成された大麻とその医療使用についての最新版は、毎日の大麻使用者の25から50%が大麻に死壁が形成されているという現行の推定があり、医学的監督の下で、 長期的に無制限に使用されるなら安全に用いられるとは確信できないとしている。大麻が医学的に用いられてきた数千年の歴史にもかかわらず害を防止するという名目で国連は最も厳しい医療用途がないというスケジュール愛想等に指定している。このためアメリカ合衆国では大麻を臨床研究にて扱うための麻薬取締局が発行するライセンスの 保有者は3人のみである。例えば偽薬の大麻を輸入するにも、イギリスではスケジュール I のライセンスが必要であり、それは8週間しか有効ではないため届くまでに何度も更新する必要がある。これはイギリスで研究に使用するにはヘロインよりも厳しい規制に充てられている。医療の進歩を阻害しており、社会にとって良いことよりも害をなしている。各国政府は大麻を スケジュール2相当に再分類することで流用の危険性を増加させないままに研究のための負担を大幅に軽減することができる。2020年には国連は条約においてスケジュール2相当への大麻の格下げを決定した。国際的な規制の見直しについては歴史を参照。日本では医療大麻と大麻の混同が非常に多く見られている。実際には 医療大麻というものが存在しないのに、あたかも存在しているような表現をしているためがと考えられている。麻薬は医療で用いられているのでそちらとの混同もあり得る。これまで法律面においては、大麻取締法第4条第一項、第二項と第三項の規定により、大麻から製造された医薬品の使用はできないとされてきた。そのため、 医療目的での所持も取り締まりの対象となり、7年以下または10年以下の懲役刑となる。また、大学などの研究機関で主にカンナビノイド需要対作動薬を使った研究が少ないながらも行われてきた。カンナビジオールは物質として規制対象外であり、規制対象外の茎や種子から抽出されたものが健康食品として流通している。 2019年3月19日の参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会にて、秋の構造参議院議員が、大麻由来の CBD から構成される転換、治療薬のエピディオレックスが米国にて承認されたことを受けて、医薬品として用いることがダメなら、治験として用いることは可能かと正して、厚生労働省は限定して可能と前向きな答弁を行った。 この国会質疑を受けて、聖マリアン内台においては知見を主体的に行うことを決断。4月10日に、明石克也理事長自ら大口全徳厚生、労働大臣に要望を行い、大口厚労副大臣が検討する考えを示している。2019年5月15日の参議院沖縄及び北方問題に関する特別委員会にて、秋野構造参議院議員は、 大麻由来薬物についての国内知見について国の見解を正し厚生労働省は対応安全性が確認できれば海外で承認前の薬でも医療機関が知見で使うことを認めるとさらに前向きな答弁を行った日本転換学会など4団体が早期承認を要望した2021年1月厚生労働省は従来規定されていなかった大麻の 使用罪を大麻取締法に追加するべく有識者による検討会を開始したが、この中では医療大麻についても検討するとしており、医療大麻が将来認可される可能性が出てきた。2018年、大韓民国の食品医薬品安全ところは、薬物規制法の改正を発表し、難治性また気象疾患の人々の声を聞き入れ、サティベックス、 エピディオレックスのような大麻から抽出された医薬品を合法化するとした。アメリカ合衆国の各州における大麻使用に関する法律の状況大麻が合法医療大麻が合法 THC を含まない医療大麻は合法いかなる使用も禁止 D 思考目的使用の非犯罪改良大麻薬局アメリカ合衆国の連邦法の規制物質法では医学的用途がないというスケジュール合に 分類されているが、州法では、医療大麻が2017年夏までに、全50州中、首都ワシントン DC と29州で使用できるようになった。2020年12月までには3州を除き、医療大麻が利用できるようになった。また、準州のグアムでは、医療大麻使用の承認とともに、日本人患者の受け入れを検討している。2017年には、 試験が済んだタイマー由来のエピディオレックスという医薬品を承認するためにスケジュール変更が必要になっていた。2018年エピディオレックスは承認された。心的外傷後ストレス障害に対するタイマーの有効性を評価するためのアメリカでの臨床試験は2017年に大通商試験が進展している。マリノールは規制物質法のスケジュール3に分類され、 以前から医師による処方が許可されている。医療大麻法が施行されている州では、医師による処方箋と医療大麻のライセンスを発行してもらうことで、医療大麻薬局や医療大麻クラブなどで大麻を入手できる。しかし州法によって合法的に医療用大麻を販売、所持していても、連邦法では違法であるため、連邦捜査機関の DA や FBI によって逮捕されるといった問題がある。 そのため、2000年に、エイズ治療に大麻を所持、使用していた、作家のピーター・マク・イリアムズが逮捕され、大麻を使用するための裁判を強要されたが、嘔吐による窒息で死亡するといった事態が起きている。そうした状態が、ジョージ・ W ・ブッシュ政権終了まで続いたが、バラク・オバマ政権において、2009年2月に、ホワイトハウス広報担当官は、 医療大麻関連の施設への DEA による強制捜査を終了することを発表して DEA のミシェル・レオンハート局長とエリック・ホルダーアメリカ合衆国司法省長官は医療大麻に対する強制捜査を終結したことを宣言したアメリカにおける医療大麻法は1996年にカリフォルニア州の住民投票によって成立したのが始まりである 1998年にはアラスカ州、オレゴン州、ワシントン州で住民投票により成立した。アリゾナ州は住民投票で法案が通過しているが州憲法によって執行不能である。ワシントン DC でも住民投票で法案が通過しているが連邦議会に執行を阻止される。2007年のコネチカット州では法案が議会を通過したが 知事による拒否権発動で不成立に至っている。2011年ワシントン州最高裁は、連邦法の下では、ワシントン州の患者であっても合法的に大麻を使用する権利を持っているわけではないとし、2015年、コロラド州の最高裁判所は、非雇用者は州法によって、医療用マリファナの使用は認められている。しかし、連邦法の下では違法であり、州法は、 非雇用者を擁護しないとして、いずれも雇用主は医療用マリファナ使用の非雇用者を解雇できると判決した。2008年カリフォルニア州最高裁、2010年、また2018年のニューヨーク州保健当局のように、オピオイド依存の有害性を緩和するために医療大麻を提唱している場合もある。退役軍人が医療大麻にアクセスできるような法整備も進んでいる。 カナダ保健省大麻医療利用課は多発性硬化症、脊髄損傷、脊髄疾患、ガン、HIV、エイズ、重度の関節炎、転換の患者を対象にして医療大麻のライセンスの発行をしている。しかし、運営がうまく機能していないため、ライセンス取得者数が少なく、ライセンス発行の遅延や、品質の良い大麻が提供されていないなどの欠点がある。 そのため、医療目的での大麻使用者の大半が法的には違法に大麻をディスペンサリーや医療大麻クラブなどから購入して、所持、使用している。オランダは1976年より寛容採策を行い、コーヒーショップで処方箋やライセンスに関係なく大麻を購入できるようになっている。2003年にべての薬局で処方箋による大麻の取り扱いを行ったが、 高価で品質が良くなかったために、売れ行き不振で2005年に取り扱い中止に至っている。再び2006年にグロー人間で成分構成の違う160種類以上の効力の強いタイマを専門の薬局にて安価で販売が再開されている。政府が提供するタイマにはガンマ戦勝者が義務付けられており、最近のコロニー数がコーヒーショップで売られているタイマよりも、 圧倒的に少ない。2008年7月9日、オーストリア議会は医療目的と研究のための大麻栽培を認可した。スペインでは1990年代後半から2000年代前半にかけて医療大麻の批判罪化と合法化運動が行われ、2001年にカターニア州の議会は全会一致で医療大麻が合法化された。それに次いで、 アラゴン州とバレアレス諸島州の議会でも合法化された。スペインの刑法では大麻の販売が禁止されているが使用は禁止されていない。2000年前半まで刑法では大麻の医療使用と娯楽的な使用とが区別されていなかった。しかし次第にいくつかの判例では使用目的によって判決に変化が見られるようになった。2006年からは大麻種子の販売が 合法化され、公共の場での所持、使用は禁止されたが、プライベートでの所持、使用は認可された。さらに、個人の土地で大麻の栽培が認可された。いくつかの研究では、ガン、エイズ、多発性硬化症、発作、喘息などの患者に治癒効果があることが報告されている。これらの研究は、様々なスペインの機関が指揮をとり、 マドリード・コンプルテンセ大学のエマニエル・グスマン教授を筆頭に、ラ・ラグーナ病院のルイス・ゴンザレス・フェリア神経科へまたはバルセロナ大学によって行われた。法律制定後、いくつかの大麻クラブがバスク州とカタルーニャ州で設立された。これらのクラブは、欧州うちでも初めての非営利団体で、会員は大麻の栽培費用を負担する形式になっている。2006年には、 クラブの会員は裁判で大麻の所持と販売を放免された。2017年に医療大麻を合法化した。それまでは難病などに限られていた。解禁に伴い利用希望者の多さから薬局では在庫切れ状態が各地で起こる時代となった。大麻には多くの医薬品に見られる過剰摂取で命を落とす危険がないことや薬による様々な副作用に悩まされることがないことなどから、 多くのドイツ人がタイマを利用した治療を希望したことが原因と考えられている。イギリスはタイマ由来のサティベックス、エピディオレックスを製造する GW ファーマシューティカルズの本拠地である。2018年にはタイマ由来の医薬品への規制を緩和し、処方箋医薬品となり、この見直しは難治性転換の子供が規制のために、治療のために入手できないことが明らかとなり、 これに続いた決定である。薬物政策に対しては、欧州内でも保守的な立場だったが、2013年6月に保健省は従来の政策を転換し、大麻の活性成分を用いたお茶などの医療目的の利用を認める方針を発表した。さらに、2014年1月に、同省は大麻由来の医薬品を解禁すると発表した。フランス医薬品。 保健製品安全庁による初の販売許可を受けた措置である。2011年の新しい薬物規制法によって THC が1%未満の大麻を販売できるようになり、2016年より CBD を目的としてこうした大麻を栽培し販売している会社があり、またベルンなどの都市では現在規制されている大麻も薬局で購入できるよう検討されている。チェーン展開する 格安スーパーのリドルでも販売される。テルアビブの医療クリニックで保健省の許可を得て、ガンやエイズ患者の痛み緩和のために合法的に使用されている。保健省からライセンスを受けられるのは、ガン、エイズ、クローン病、その他の病気による慢性的な疼痛、治療の副作用で苦しんでいる患者に限定されている。2016年6月、マケドニアで大麻の医療利用が、 合法化された。マケドニア医薬品庁のマリア・ダルコフスカ・セラフィモフスカ長官は、報道陣に対し、医師は、今後、タイマの主要な精神活性成分である、テトラヒドロカンナビノールを0.2%未満、含有する薬剤を処方することが可能となり、薬局での購入が可能となると述べた。伝統療法のアイルベーダに使うタイマには、違法栽培や密輸品の欧州品を使ってきたが、 品質について苦情があり、2017年に400ヘクタールの大麻農場の計画を厚生大臣が発表した。2018年後半に開始する予定で、年間約25トンの医療大麻を生産する。医療大麻が処方箋で使用できるという内容で、2017年末に提出された薬物規制法の改正案があり、以降に国会での投票が行われる予定。 THC の含有量が1%未満の変布を医療目的で栽培することを認める法案が通過し2018年に施行される2020年12月には植物の大麻が規制から除外され病院で大麻の料理を出すことも可能となり規制以前にハーブや薬草として大麻を利用してきた伝統的大麻を利用してきた伝統的と大伝統医療植物療法センターは語った 2016年2月、オーストラリア議会は、麻薬法を改正し、医療大麻が合法化された。この改正によって、医療目的と科学的研究目的の栽培が認められるようになった。2017年12月、ニュージーランド議会は、規制薬物の法律を改正して、終末期の病気の人々がカンナビジオールを、医療大麻として使用できるようにするために、 国内での大麻栽培を可能年寄り安価で、高品質の医療大麻の供給につなげる。大麻の使用は、法律上は違法だが、2015年11月、メキシコの最高裁判所は、大麻を使用する目的での栽培禁止は違憲であると、し、大麻の合法化を訴えた原告に対し、自家用栽培と使用を認める判決を下した。これにより、広範囲な合法化につながる。 可能性が生まれた。また、2015年9月1日に400回以上の電換発作に苦しむ8歳の少女に対し、メキシコ政府は例外的な措置として大麻の使用を認めた。さらに、2016年4月、メキシコのエンリケ・ペニャニエト大統領は医療用大麻の合法化を提言した。 ジャマイカでは2015年改正危険薬物法が医療大麻の使用を非犯罪化した。2015年12月、コロンビアのフアンマヌエル・サントス大統領は医療大麻の合法化と規制を定めた大統領令に署名した。2016年5月、ブラジル政府はメディカル・マリファナ・インク社の大麻オイルである州を処方薬として承認した。適用疾患は癌転換。 パーキンソン病、慢性疼痛となっている。2017年10月に医療目的の大麻の使用を解禁する法案が可決され、背景には子供の病気のために大麻を作っていた母親たちが摘発された例があった。チリでは使用は違法ではないが売買を禁じており、 2014年には医療目的の大麻の栽培のための農場の開設が承認された2009年8月、アルゼンチン最高裁は個人使用のための大麻処知を罰する法は違憲であるとした。最高裁判所長官リカルド・ロレンゼッティは他者に対して明確な危険を与えない限り私的な行動は合法であるとした。思考目的の大麻まで認められている。 医療大麻の合法化を求めるデモ行進を欧米では、医療大麻の合法化運動などの活動が長年の間行われている。2009年1月にはバラク・オバマ陣営が大統領就任前に立ち上げた市民の提言集では、大麻規制の終了が投票によって1位にランクインされている。また、政権への提案を募ったチェンジ .org でも、 大麻合法化提案が約2万票を獲得して2位に4500票の差で1位にランクインした。大麻合法化の活動団体であるマリファナポリシープロジェクトは2010年の住民投票においてオハイオ、マサチューセッツ、アリゾナの3州で医療大麻法の成立を目標に掲げている。また議会による医療大麻法の制定に向けてイリノイ、ミネソタ、ニューハンプシャー、 ニューヨーク、デラウェア、アイオワ、ノースカロライナ、ペンシルベニア、バージニアの九州で、ロビー活動を展開している。医療体魔法法科の著名な支持者は、ノーベル経済学賞受賞者のミルトン・フリードマンや、ハーバード大学医学部のエルグリーンスプーン、准教授といった学者、ウィリー・ネルソン、スヌープドッグなどのアーティスト、ロンポール共和党議員など多岐にわたる。中には、過去に、 大麻規制派に属していた支持者もおり、薬物のないアメリカ財団の副理事長だったデイビッド・クラールや1996年のワシントン DC でバー修正法によって医療大麻法の執行を阻止したボブ・バー元会議員などが医療大麻のためのロビー活動に合意している。医療大麻を支持する団体としてはアメリカ内科医師会、アメリカ医師会医学生部会、アメリカ家庭医学会、 アメリカ公衆衛生協会などの約300の医療機関が支持している。また、アメリカ精神医学会が総会で、全会一致で医療大麻の支持を採択した。アメリカ家庭医学会は、若干の州が医療大麻の使用を合法化したことを支持しないとする。アメリカ精神医学会は、2013年医療大麻合法化に反対してきた研究者は、 オキシコドンのように多くの死亡を引き起こしてきた医療大麻に置き換えることができるような勢力関係にある製薬企業が雇ったハーバート・クリーバーのようなコンサルタントであることが明らかとされてきている。日本でも小規模ながらも合法化運動や医療大麻に関する裁判が行われている。日本における医療大麻に関する政治的な動きとしては2010年5月に NPO 法人、医療大麻を考える会が設立される。2016年5月、第24回参議院議員通常選挙において、新党改革から医療大麻の研究推進を掲げて、高木さやが立候補するが落選。日本も参照。ありがとうございます。